日本の武将トップ10を紹介する動画が海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は1位は意外な人物、日本の武将好きのある外国人が選ぶ日本の武将トップ10に海外が興味津々の話題です。海外、俺ならあの人だ。日本の侍や武将は海外でも大変人気があるようです。これまでは海外の人で日本の武将について知っているというと、よほどのマニア以外ありえなかったようですが、最近ではそんなミリタリーマニアでなくてもうっすらと日本の戦国時代や戦国武将について知っているという人が増えてきているとのことです。これはやはりアニメや漫画の影響が大きいようです。さて、そんな日本の武将について、ある海外のサイトで武将好きの外国人さんが、あくまで個人的な選考基準や趣向としながらも、特に魅力的な10人の武将を紹介していました。以下がその概要です。投稿者、今回はレジェンドになり、その後の日本の歴史に影響を与えた侍の武将トップ10を紹介しようと思うんだ。ただし選考基準は戦いで手柄を立てたとかじゃないから、有名な武将でも真田幸村とか源義経は出てこないよ。僕の選考基準は彼らの功績なんだ。彼らのレガシーを検証して、それがその後の日本にどんな影響を与えたかで判断して、僕なりの判断基準でそのレガシーを評価してるんだ。だからこれを見てくれた人と僕の間でリストに違いが出てくることも十分あり得ると思うんだ。もし僕のリストとは違うリストを考えている人がいるなら、ぜひその意見を聞かせてほしい。日本の武将トップ10。10位、平清盛。源平の戦いで敗れたけど、存命中の政治力と軍事戦略の優秀さで彼をランクインさせることにした。9位、武田信玄。彼は戦わずして勝つを基本思想とする孫子の兵法に精通し、そこから風林火山というコンセプトに到達した。8位、上杉謙信。戦国時代、上杉家は日本で最も強力な武将だった。彼は信玄の対極に位置する武将だ。7位、毛利元就。毛利元就は才能ある軍事戦略家だった。勝てる見込みのない戦局を覆し、勝利を収めたことが何度もある。その中で最も有名なのが、厳島の戦いだろう。6位、西郷隆盛。徳川家の江戸城明け渡しの際にも活躍したが、明治政府を去り、薩摩に戻り、西南戦争に発展、打ち破られる。しかし武士道精神は、その後の帝国軍にも受け継がれていく。5位、足利尊氏。将軍派の巨大勢力を率いていた足利尊氏は、幕府と袂を分かち、古都天皇の名のもとに平定し、鎌倉幕府を東に追いやることに成功し、最も重要な侍の地位を手にする。4位、織田信長。信長は戦国時代にあれよあれよという間に頭角を現し、尾張を統一し、自軍の10倍の規模を持つ敵軍を制圧することに成功した。1582年の明智光秀の謀反がなければ、信長が天下を平定することも可能だっただろう。3位、豊臣秀吉。信長の家来であった秀吉は平民の子として生まれた。その後の献身的な奉仕により、後に侍の地位に昇格した。関東を支配していた北条氏を1591年の戦いで破ることに成功した。この戦いの後では日本で秀吉に歯向かう者はいなくなった。2位、徳川家康。今回のリストに挙げた武将の中で最も忍耐力があるといえば家康だろう。秀吉派を相手に戦った関ヶ原の戦いに勝利したことで徳川将軍家の設立を成し遂げる。この幕府はその後約265年にわたって繁栄した。1位、源頼朝。彼は最初の将軍制度を確立した。ここで勢力が天皇から将軍に移ることになり、
侍が天下を取るという基盤が出来上がり、その後の7世紀もの長期にわたる侍主導の時代を作る礎となったのだ。以上が動画の概要です。この話題に海外から様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。実際の動画の URL は説明欄に貼っておきますので、後ほどご覧ください。海外の反応。悪魔の武将、織田信長が4位か。僕は秀吉が1番だと思う。足軽から日本一の武将まで上り詰めたなんてロマンに溢れてる。このチョイスには何の文句もないよ。伊達政宗をリストに入れて欲しかったな。戦国時代のヒーローは源義経、マイティーソーを思い起こさせるんだ。最初頼朝が1番に来たのにはびっくりしたけど、理由を聞いて納得したよ。僕的には武田信玄が1番だな。僕だったら徳川家康より織田信長を上位に持ってくるけどね。北条政子が入ってないのは納得できないな。織田信長の知性と能力には脱帽者だよ。あれ？伊達政宗はどこ？日本の歴史って興味が尽きないね。アゼルバイジャンからこんにちは。織田信長が一番でしょう。戦国時代を学ぶのに最適な一冊を紹介してくれないかな。リストに大賛成。西郷隆盛とかちょっと微妙だな。時代が違いすぎるよ。自分だったら島津義弘を選ぶかな。羽柴秀吉を超える武将なんていないよ。もし信長があのタイミングで死ななかったら、日本は全く変わったものになってただろうな。宮本武蔵は剣豪で武将じゃないからリストには入れないのかな。独眼竜政宗だろう。織田信長が1位じゃないのが納得できないよ。石田三成も素晴らしい武将だと思うんだけどね。以上が海外の反応です。海外の皆さんも大興奮ですね。私も1位は織田信長かなって思っていたので、4位の結果には驚きました。さて、皆さんのランキング1位は誰ですか？よかったらコメント欄で教えてくださいね。ちなみに私の1位は真田幸村です。大河ドラマ真田丸を見ちゃったので坂井雅人さんがかっこよかったですね。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。